YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。片岡愛之助さんの恋愛騒動ですけれども、はい、あのこの中で、別れるの別れないの熊切あさみさんですか？ええ、私、はい、ごめんなさい、あ、まあ、実は名前しか分かんなくて、熊切あさみさんってどんな人なんですか？そっからお願いします。そうですか、まあ、大手のホリプロというところに所属してデビューをしましたけれども、まあ、アイドルだったんですけれどもね、グループで歌ってたグループのそのうちの一人だったんですが、それが解散しまして、まあ、グラビアの世界に行きまして、でグラビアの方でも活躍はしたんですけれども、やっぱりお仕事がだんだん減ってきてしまって、そうするとプロの雀士、麻雀のですか、あの資格も取ったぐらいで、まあ、そこからもう一回頑張って、崖っぷちのアイドルがそこで頑張ってもう一回っていう感じではあったんですけれども、崖っぷちっていうのは要するに何とか一花咲かせたいってい こう土俵際で頑張ってるっていうことから。そうなんです、そうなんです。何度も何度もお仕事を結局なくなってしまったっていう経験があったの でそれで何度も何度もいろんなものに挑戦したけれどもダメで、最後はプロの雀士として、崖っぷちのアイドルが立ち直ったみたいな感じで言われ続けていた方なんですけれども。そういうことですか。はいはい、頑張り屋さんじゃないですか。まあ、頑張り屋さん、そうですよね、頑張り屋さんで、まあ、バラエティとかそういう番組には細々とだった活動はしていたぐらいだったんですけれども、でその時に、まあ、愛之助さんと12年の冬に知り合ったということなんですね。まあ、共演がきっかけだったりするんですけれども、でそれで、まあ、お付き合いに発展ということになったわけなんですが、まあ、その崖っぷちアイドルがですよ、グラビアアイドルが、まあ、離縁の方とお付き合いっていうことはもうきっと空にも天にも昇るような気持ちになっちゃったんでしょうね。でまた愛之助さんもその時どん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 お仕事も順調で、まあ、上方の大阪を、支店として活躍してます歌舞伎役者でもありますから、もう上方の歌舞伎を背負って立つ方ですからね、でそういう方との、まあ、お付き合いできたっていうことで、ね、好きだよって言われて交際順調って公の場でもこうやって公表してもらったっていうことですから、交際の始まったのはじゃああれですよね、はい、ドラマでブレイクする前から付き合ってたってことですよね、愛之助さん。そうですね、12年、そうですね、そうですね、はい、そうですね、はい、なるほど、っていうことだったんですが、まあまあ、いろいろあって結局別れ方がちゃんと言えてなかったのか、理解してもらいたかったのか、それともあさみちゃんの熊切さんの結婚願望の強さと愛の重さに愛之助さんがちょっとあんまりこうはっきりとした言葉でもう嫌いだからとか別れるとかってちゃんとかってもう真正面で言うと、彼女が2年半支えてくれたってこともありますし、何をするか分かんない、それほど俺のこう自分に真正面に向かってきた方だっただけに、なんか申し訳なくてこうオブラートに包んじゃったのかなっていうのが印象として、これまでの騒動を見ていると気がするんですけれどもね、やっぱりダメですよね、はっきり言わないと。ダメですよね、ダメだと思います。ただね、はっきり言っても私待ちますって言われちゃったら、坂田さんだったらどうします？いやでもね、別れの作法っていうのはね、はい、やっぱりあるんじゃないですか、男女ともに。そうなんですよ、昨日もね、デヴィ夫人がイベントに出てきて、愛之助さんの別れ方は下手ねっていうのと、あと熊切さんが単独でテレビのインタビューに答えて、まあ、公の公共の電波で泣いて、私は別れてません、そんな別れ話してませんって言ったあのシーンでもうすでに離縁の妻にはふさわしくないと言った世の中の人に、関係各位の方に分かっちゃったわよねってことなんですよ ね。やっぱりそういう方には務まる世界ではないわよっていうことが、だからまあそこら辺も含めてなんですけれどもね、言った言わないの世界なんですけれども、ただ愛之助さんの優しさということでなんでしょうか、彼女のせめてものっていうことで、この4月にマンションの契約は、2人で住んでたマンションの契約更新をし、いまだに家賃を払っていて、愛之助さんのお荷物がまだ置かれたままなんですけれども、彼はまあ、そんなに、はい、別れた、はい、出てってくれっていうわけにもいかないから、まあ、しばらくいいですよっていう意味で、
払い続けてるんですけど、あさみちゃんにとっては更新もしてくれて家賃も払って荷物もあるんだから私待ってますってことになっちゃうんですよね。なんか更新したっていうその、ね、作業がちょっとだってちょうどそこ切れ目のタイミングじゃないですか、うん、すっぱりさせた方がいいでしょうに、ね、そう私 だったら愛之助さんこれだけ売れてるんだからお金もたくさん稼いでらっしゃるから、うん、だったらあの更新とか家賃じゃなくてポンってあげて、うん、ポンって買ってあげてでこれで綺麗さっぱりっていう方が、うん、そうですよね。あの志村けんさんとか何千万とかポンって出すんですよ。そうなんですか。別れ際にそう、今までありがとうポンだからお金をねあの分からないんですけど志村けんさんモテるでしょ。じゃあモテるんですよ。だけど別れもきちっともうだからいろんな方がもうスパッとこうね綺麗さっぱりでもけんさんはいい人っていう風になってくんですよ。だからそういうね潔い別れ方した方がなんかね納得するんじゃないかなっていうふうにも思ったりもしちゃいます。安倍さんはじゃあどちらの味方になりたいですか。いや味方もあれもないんですけどあのあれですよね雰囲気で分かりますよね。もう去年から何度もそういう別れ話とか会えなくなったり連絡を取らなくなってそういう状況が続くわけですから、そしたらもう大人な子供じゃない大人なんですよ30年過ぎの。だったらもう綺麗に身を引いてこれ今までありがとうって言ってまた次のステップに行った方がもう全然いいと思うんですよ。こうやって泣いてすがってダラダラドロドロしてたって彼女がタレント活動していく上では何のプラスにもならないし、で愛之助さんは、まあ、だから愛之助さん2年半のねせめてものなんていうか意地を見せたっていう感じはあるんですよね。泣き寝入りしたくないから心でこんなひどい人よってことをちくりって言いたかったあさみちゃんの気持ちもわかるんですけど、まあ、これはねもうどうしようもないです。元に戻らないんだからもう離れちゃってますからね、あそうそう、それから、はい、藤原紀香さんとの熱愛も報じられてますが、はい、これどうなんですか。これはねちょうどいいタイミングで彼女のドラマの共演愛之助さんと藤原のドラマの共演の宣伝にもなりますし、あ宣伝だったんですかあれ。いやお友達はお友達だし一緒に食事に行くという仲はあると思いますがマンションに行ったことも行き来はあるんですけども愛之助さんが完全にねまだお付き合いしてませんっていうか否定してお友達ですすごくいいお友達ですっていうことなので、あのねなんかねお友達の感覚が芸能界ってちょっと分かんないんですけれどもただでも本当にお仕事仲間ということかもしれません。だからあさみちゃんとその別れるって決めたタイミングは、まあ、去年からなので、まあ、今年はっきりしたので、まあ、その中で一緒にご飯食べる人の一人だったと思われますけどね。だってやっぱりお付き合いしたとしても結婚は私はないなと思うんですよ。のりかさんとはね、はい、やっぱり、はい、のりかさんって認めてないんでしたっけ。認めてはないんですけど否定もしてないんです。何かいいことがあったら報告します。私今恋してますって言っちゃってるから恋してますまで言っちゃってるんですね。言っちゃってるんです、ね、だからこれが宣伝っぽいんじゃないですか。で愛之助さんにちょっとはなんかこう遠回しに送なんかねニュアンスを送ってる気もしますけどね。まあ芸能界は面白いです ね大人なお友達の関係ってちょっとねそうそうそういつ決着がつくのか、はい、熊切あさみさんに新しい素敵な、ね、こ思いを寄せる男性が現れるとすっきりするかもしれませんね。次の恋がね、そう次の恋が ねそうなんですよ。でも32から34って一番こう女性として結婚したいっていうところに彼に捧げたから、うん、そこがねあと断ち切れない断ち切れないでしょうね。時間がかかるかもしれません面白かった、ありがとうございます。